はい、おはようございます。マスターアートです。今日は2020年、3月の5日ですね。ちょっと声がガラガラですけど、はい、おはようございます。では早速今日の、御言葉といたします。今日の御言葉のカードを、お読みいたします。今日の御言葉のカードのは、箴言18章の2節、愚かな者は英知を喜ばない、ただ自分の意見だけを表す。箴言18章の2節。ここには自分の意見だけを主張することの愚かさが戒められています。そうせずに英知を喜ぶとは、どうすることでしょうか。それは神様の御心を求める他の人の意見に耳を傾ける、自分の意見がそれで良いかどうか振り返ってみるという3つのことを心に留めることなのです。今日の祈り、私が自分の意見だけに、とらわれて主の御心を失う見失うことがないように助けてください。はい、今日はこのような素敵な、聖書カードですね。はい、映りますかな。はい、これが表の御言葉で、裏のコメント欄です。はい、素敵なカードですね。はい、はい、ではお祈りいたします。天の神様、今日も一日、主と共に歩むことができますように助けてください。この祈りを私たちの個人的な救い主、主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。はい、アメン。はい、では最後の、ご挨拶、マスアトでした。 See you again、パッションプリーズ You はい、また明日お会いいたしましょう。はい、失礼しました。